これが鎮死ですね。君は普通、君は普通。やっぱそうだ。鳴き声が変。ナイス。いよいよ、私もヤギの角を集めに、かかりたいと思っておりますよ、皆様。本日はですね、粘りの戦いです。世界征服クラフト。はい、どうも皆様、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。うわー、雨ですな。今日はですね、オフハンド持てないよ。覚えてますよ、今日はね、縛り覚えてました。最近はまあ、そこまでですね、まあ、縛りはほんとついでコンテンツみたいな感じで、うまくいってんじゃないかと思うんだけど、どうだろう。まあとりあえずですね、この間の日曜配信、週末配信、まあリンク貼っときますけど、週末配信の時にですね、ヤギの角集めたんですよ。そこでまあ衝撃の事実とともに、割と集まったって話と、で今日は全種類集める、そんな気概でやっていきたいと思っております。それでは本日はトリバーショート。すやん、行ってまいります。私ズームしたいけどできない、まだね。はい、ちょっとなんかグラフィック変わってるように映ってるかな。あ、やばい、撃たれてる。隠れろ隠れろ。 1.19 来たてでいろいろと重たいのはしょうがないみたいなんですけど、まあいろいろ手は打ってはいるんですけど、やっぱほらほらちょっとこの読み込みがね、うん、まあこれはしょうがないみたいですね。リアルはもういろいろと軽いオプティファインが出てたりとかってことがあるかもしれないですけどね、まあ、とりあえずですね、重たい。あ、少々お待ちください。いきます。本日も東堂かチャンネルにお越しいただき誠にありがとうございます。本日もぜひ最後までお付き合いいただければ私嬉しくて、今後はとってもマイクラをですね真剣にやるかもしれません。まあ今もやってますけども、よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっと普通道中に喋るやつ今ここで喋ってしまったという感じでございますが、こちらご覧ください。ポルはい、先ほど言った配信撮ったやつなんだけども、歌声、鎮死、感覚、探求、この4種類集めております。聞いてください。参ります。これが鎮死ですね。で続きまして感覚、すごい音出しますね、うん、もうちょっとなんか無理やり音荒らしてる感じは、もうちょっとふわっふわっと終わらせてほしいですよね。いい音これね。でてって、歌声ですね。はい、これは皆さん聞きなじみありますよね。そう、探求って名前で、まさにですね、襲撃のやつなんですって。でしかもこのヤギの角笛ですね、256マス届くっていうことで、まあ、マルチとかでこれ使うと、え、いるのみたいなことになると、これちょっとみんなびっくりするんじゃないかな。襲撃ってなると思うんですね。ちょっとなんかいたずらに、最適だと思うんですが、すいません、エデン開通してない今私の環境下でございます。はい、そんなところでですね、今回はヤギについてなんですけども、いろいろ調べました。そしたらですね、ヤギはまずね、小麦で繁殖できますよ、うん、これも当然なんですけど皆さんご存知だと思います。であと、1.19 から追加されたこの角笛を取るにはですね、なんか壁に突進してきた壁に当てる人があると、いうのもあったりするんですけど、その方法がですね、まさにその日曜日配信の時にね教えてもらってやったら、本当にこんだけいっぱい角が取れたというところでございます。もう一個重要な要素、ヤギ、これも皆さん知ってたと思う、知ってる方いると思うんですけど、普通のヤギがいるじゃん。でもう一個ヤギが、実はもう一種類のヤギがいるんですよ。それがやかましい、この元気な、よく動く、そしてよく叫ぶこのヤギの方からしか取れないこの角笛があるんですよ。この角笛ね、これ4つあるんだけど、これはもう優しめのヤギから取ったやつなんですよね。で、あとだからすごい元気なヤギから角を4種類取ればこれコンプリートなんじゃねえかというふうに私の中では思っております。なので今から集めに行くんだけども、やっぱりなかなか配信ちらっと覗いていただくと分かると思うし、あと皆さんちょっと考えれば、じゃあ想像していただければある程度、分かるかと思うんですが、とてつもなく町の作業なんですよ。ヤギが突進してくる間隔、30秒から300秒の間かな、正確な数字ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、とにかく一番長くて5分ぐらい待たないといけないんですって、突撃してくるのに。はぁ、でしょ。だから、相手1頭とかでやってると意味がないと。そこに付随しまして、1頭のヤギからは1種類の角笛しか取れないんですよ。はい、そのために効率よくするためにヤギ増やせばいいじゃねえか案件なんで、小麦を腐るほど持ってきたいなと思ってますよ。しゃあ、ご覧ください。これとちょっとこれぐらい整ったぞ。あとだからリードと適当なブロック持っていけばいいです。よーし、じゃあ羊探しに行くぞ。なんかね、この辺にいそう。いざヤギの元へ。
はい、ジャングルの近くにこの雪山が、あー、いましたね、いましたね。まず一頭でございます。よく鳴くやかましいやつが必要らしいんで、よく鳴くし攻撃的なんですって。変な声で鳴くとか、そんなのも言われてる。あ、でもよく鳴くな、こいつ。もしかしたら可能性あるよ。で、攻撃的でもあるらしいんだよ。攻撃的だわ。でも、あ、いや、なんかね、攻撃的なヤギって全体の 2% らしいんだよね。だからそう簡単には出てくれないんですよ、本来は。いや、でも彼は攻撃的な気がする。だから私の作戦としてですね、たくさんヤギを見つけて繁殖させて元気なヤギを出すっていうのが私の目的で、彼が元気なのかどうかちょっと判断が難しいところではあるので、もう一回とりあえず連れて降りるか、もう1ヤギぐらいいると嬉しいんだけどな。本当にただこれをひたすらに待つ配信をやったんだ、この間。長くて5分ぐらい待たないといけない、このヤギを待つこの時間をね。普通のヤギだな、もっと攻撃してくるよな、攻撃的な子だったら。鳴き声も普通だし、はい、この子じゃないわ。こっちかな。少なくとも攻撃的ではないと判断。こんな感じで飛ぶのも初めてだな、オフハンドに地図を持たずに。ここじゃ地図で読み込まれてない場所今飛んでます。ついでだから、このね、隙間を塗っときゃいいじゃん、せっかく来てんだから。重たり山がねえな。よし、これはもうシンプルに、わかりました皆さん、わかりました。シンプルに初期リスの雪山でやります。私が集めたのはここなんですよね、はい。あ、でこれ皆さん、これが簡易的な倒すシステムというか、簡易的な角取りシステムというか、もうせっかくだから、もうここにあるやつはもう取っちゃうわ。ここにあってもしょうがないしね。ほら見てください、もう角のない子がいるでしょ。もうこの辺りだからやったのよ、離れよ。だからこっちの山とかこの辺とか、うん、ここだったらね、何とかですね、集めてですね、パラダイス作れそうですね。あ、この子も多分もう 1個取った子だな。そうだね、取った子。こっち行こう、こっち行こう。ちょっと離れよ、離れて。もうなんか雪山、あー、すごい群れ、やばい。おい、来い、ほら、集まれ。そうだ、めっちゃ馬らしいんだよね、あれ、それは嘘なのか。ちっちゃいだけ角ないんだね。あ、大きくなった。大きくなりました。こう。あ、叫んでんのいる。ドイツだ。おっしゃ。え、鎮死？あいつだろ。変な叫び声聞こえたね。君は普通。やっぱそうだ。鳴き声が変。来る。よし。あ、違う。確かに初めて見ました。おいで。ほら、やっぱ同じなんだよな。同じも落とすんだよ。他のヤギにはもう今全く興味はありません。もうこうやって集めていくしかないよね。今で5種類集まってるからね。ちょっと鳴き声違う？一緒かな？わからん。いや、鳴き声違うの、いる。小麦作戦、名付けて小麦作戦である。鳴き声聞いて。こいつだ。この子しか見ない。あ、一緒か。一緒だな。しかも攻撃的でもない。ただ鳴き声ちょっと違うよね。君期待大だね。ちょっと新しいの吹いてみましょうか。すっかすかだ。ありがとう。え？そう、すり抜けたね。いや、また来るはず。君は凶暴な子だろ。あ、
ありがとう。声もう一回来るはず。多少距離取って、あ、そうか、ダメなんだな。ありがとう。あ、新しいの来た。聞く？おお、痛い。あ、先を置くと飛び越えてくんだな。突進してから置かないとやっぱダメなんだな。おいで。あはは、出てこんでいいやつ出てきてる。お前らはいいんだよ。うわー、早いわー、突進スタイルに入るの。やっぱ鳴き声が違うね。ちょっとでも元気なくなった感じしん。もっと本気出して、もっと本気出してくれ。あ、もう来るなってなるの分かるから、こうなったらちょっと距離取って、よし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 、冷静に動かんときにね。やっぱ無双は無双だったわ。よし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 、一緒だ一緒だ。ナイス。うわ、きたー、すごい音。ミッション小麦スタートじゃ。どうしても上登りたいね、君たち。どうしても、どうしても登りたいんだな。おいで、おいで、おいで、集めるわ。これね、サウンドの字幕オンにするとどうなるか。ヤギの角が折れる。ヤギの角が折れる。勝手に突っ込んできたんだな。ドイツだ、ドイツだ、キャッキャ言ってんの。右下のやつじゃ判断できないね。やっぱさ、変なからヤギから生まれる子はさ、変なヤギである可能性がなんか高い気がしてて、初めの方うまくいったのはそれが原因なんじゃないかってことを今考えてるんですよね。でももう小麦がないからね、どうしよう。変え、ほら、もうこいつすごいでしょ。もう帰らざるを得ないかもしれない。もう一回小麦集めて出直すか。そうだな、そうする。じゃあな、ヤギたち。本来凶暴であるべきなんだ、その鳴き声が人と違うということは。でしょうが、あ、あれ普通だな、これ。普通じゃねえな。中間、中間なの、中間。あ、くる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 。全8種類見事コンプリート。すごーい、やったぜ。全部一気に聞こうか、みんな。はい、もう小麦も仕分けに放り投げて、それで皆さん、ヤギの角笛全8種類をサバイバルで集めた、いた、私がこの高いところからお届けしていきたいと思います。 Thank you。 ふっ、クールダウン6秒だそうです、6秒だそうです。感覚歌声鎮止無双号令称賛そして一度もまだ聞いておりません、なんて読むかすら分かりません。最後ボーデンじゃない？違うか、もうちょっといまいましかったか。
はい、ということでいかがでございましたでしょうか。バッチリでございました。あとはもうだいたい物資は集まって、あとカエル、フロッグライトとスニークのエンチャントのやつなんで、やっぱり古代都市行かないといけないですし、トラップ作らないといけないですし、もうまだまだこう 1.19 でやることたくさんございます。また今後もお付き合いくださいませ。セッキュ。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今日の動画が、あ、角笛取るの、なるほど、こうやればいいのか、なるほどね、などと役に立ったな。おっさんがなんか無駄話多いな。でもまあいっかって思ったあなた、ぜひチャンネル登録、そして高評価のほどよろしくどうぞ。あはん、キャー、やだよ、助けて、足元狙われたよ。帰宅ね。はい、ということで本日はですね、有意義だったのではないかと自負しております。え、もう他の実況者さん撮っちゃってますか。Hold on.